あなたの顔は威圧感があります。話してやりたいんだけど、まあ、犬たちがすごいね、私の寂しがりとなんかすごくリフレッシュした感じですねと、ちょっとカミカミでね、ちょっと緊張されてたなっていうのが陰謀のようにバーンって突き止めると思うんですけど、共感性周知とかある、うんざりした時に歌うとうんざりしなくなるの、テーションアルバム的なものをちょっと作りたいの。私ケチケチ生活なんで素材を食べてるんですよ。私にカオスですよね、私は本当に。こんにちは、パンキヤコです。今ね、歯医者さんから戻ってきました。ちょっと今日顔出し動画、これね、カメラの位置をね、こう下にするとこう見下げてるみたいに見えるじゃないですか。それね、コンサルさんから良くないよって言われてて、で、まあ、画面の縁の方でね、こうどっちかというと見上げているっていう感じの方が威圧感がないそうです。もう本当にね、私の顔は、あなたの顔は威圧感がありますと言われておりますので、できるだけ話してやりたいんだけど、でもね、今うちの前で車止めて、うちの中でね撮影しようかなと思ったんだけど、結構気を使うんですよ、うちの中で喋るって。娘がいるっていうのもあって、まあ、そうするとなかなか本音がね言えないっていうのもありまして、今これね車の中、でもね、本当ね、早く帰りたいんですよ。早く帰って、まあ、犬たちがすごいね、私がいないと寂しがるんですね。あれだけの犬がいるんだから、良さそうなもんじゃないですか。でもね、まあ、それは私のしつけがね影響してるのかもしれないけど、これね、今ね足を噛ませてるんだけど、ハンドルになかなか噛まないな。今日ね、歯医者さん行ってきたんですけど、マウスピースをね、もらいに行くだけの用事で行くつもりだったんですよ。ちょっとこれ固定した方がいいですよね。これ見下げてる感じになる。今日ちょっとお化粧しております。この間もちょっとお化粧しておりましたが、皆さんノーメイクという風にねおっしゃってましたが、実はお化粧はしておりますが、まあ普段の洋楽の動画では私バッチリメイク、バッチリすぎるぐらいの舞台メイクぐらいのメイクをしているので、まあ、それに比べたらノーメイクに近いなと思うんですけど、これこういった方がいいかな。ボトックス打ちましたがどうですか。少しは顔が細くなっておりますでしょうか。そんなにね、まだ効き目がね、そんなにすぐには来ないと思うんですね。ここね、もうちょっとくるくるってしたらね、いいと思うんですよね。Amazon で買ったブラシが熱くなるやつがあるんですけど、コテって怖いじゃないですか、やけどしたりして。だからそういう電気のやつを使ってるんですけど、いまいちね、なんかあんまりくるってなんないんですね。髪が傷んでるってこともあるんだけど、で話がねコロコロ飛んじゃうのは私がHSP だからです。違うか、なんだろうな、この傾向は発達障害かな、よくわかんないけど、でこういうのにね入れてもらって、で洗浄するためのね、こういうものもね今日いただいてきましたけど、なかなか商売上手だなと思いました。今日ね、だからこのマウスピースをねもらいに行くだけだったんですよ、つもりだったんですよ。でも結果先生の話を聞いて、で次回から歯周病治療をすることになりました。で最初ね、先生が、まあ私がね電話で事前に治療いいですと断っちゃったので、ちょっと先生の方も気まずいなっていう雰囲気がね最初あったんですよ。それでかどうかわかんないけど、最初にねすごくね私褒められちゃって、こう外見をね、今日なんかすごくリフレッシュした感じですねと。実はね、帽子も前回帽子黄色だったかなって、これだったと思うんですよ。前回の動画ちょっとここに出しますけど、多分一緒だと思うんですよ。そんなには変わってないはずなのに、なんかお召し物があれですかねと、お顔がちょっとリフレッシュされたんですかねみたいな感じでね、ちょっとカミカミでね、ちょっと緊張されてたなっていうのが伝わってきたんですけど、でも先生とお話ししているうちに歯周病の治療をね受けたいと思ってたんですけど、本格的にね、まだ私1回もやってなくて、でどういうことやるのかすらも分かんなかったんで、今日聞いてみたんですよ。そうしたらちょっと認識違ってました。というのも、確かにね、歯石取り大事だって知ってるし、やったこともあるし、ひどい人はその歯周ポケットの中の歯石も取るってことまでも知ってたんですよ。まあ私自身は歯周ポケットの中までは多分やったことは今までなかったと思うんですね。でも実際歯周病に大事なのは、その上の歯茎より上の歯石ではなくて、歯茎より下の隠れてるところの歯石ってことが今日
すごく実感したんですよ、先生のお話で。ちょっとしたパンフレットみたいなものを見せられて、なんかすごい使い込んであるものだったんで、おそらく毎回毎回それを持ってきて、なんかいつものやつって先生言ってたんで、いつものやつ用意してって、ね、歯科助手さんかなんか、アシスタントさんみたいな方に言ってたんで、毎回ね、こう、印籠のようにね、バーンって出しては説明してるんだと思いますけど、あんな風に説明されたことが私は今まで歯科に行ってて一回もなかったんですよ。歯石塗料をするのは大事ってことは知ってましたけどね。でもちろん YouTube 動画では多分そういうことをね解説してる方いっぱいいると思うんですけど、興味がないと見ないですよね、動画もね、動画すらも。で今日は本当にそのパンフレットでいかにこの歯茎の中の状態が大事であるか、そこをやっつけない限り、いくらその上をね歯石をやっつけても根本の治療にはならないってことで、でもうすでに歯茎が下がってきてしまってるので、まあ加齢とね、あと歯周病の影響で、だから綺麗にして歯茎がね、歯茎はね綺麗にすればグッと締まるそうなんですよ。だけど一回下がっちゃった歯茎は見てもおそらくちょっと腫れててふんわかしてるんですよ。でそれが正常な状態に戻るっていうのはキュッてなるんで、ってことは余計下がったみたいに見えちゃうわけですね、治った時に。だからまあ今後その歯と歯の間が逆三角形になる、逆三角形じゃないな、ブラックトライアングルとか言うんですよね、部分ね。でその部分があらわになることもね、やっぱり年齢がいくとどうしてもあるんですけど、それでも歯周病治療をしないと今後歯を支えている骨が溶けてしまって歯がグラグラになっていずれ抜けてしまうという現象を止められないので、もうここは絶対やっておきたいところでしたが、歯周病治療だけ専門にやってるところに行きたいなっては考えてたんですけど、まあ、そこの病院は息子さんが歯周病担当、お父さんが歯精と噛み合わせ担当ということで、まあ、今日噛み合わせのこともねすごくね、このマウスピース、これ普通のマウスピースじゃなくて、まあ、硬いんですよ、これハードタイプで、今までは、まあ、ソフトだったんですけど、それを作って歯型取ってね、で終わりだったのが、今日はこれね、どっちが下の歯だ、これが下の歯か、下の歯でこれが上の歯で、これ何がついてるかっていうと、今日ここをやったんですよ。これは実際にこれをつけてで噛み合わせグッてやって、まあ、今日いろんな体操をしたんですけど、それをなんていうの確認するために、それもすごく重要だったんですけど、ちょっと安定しないな、見てる方がねこれ嫌ですよね、安定しないと。そういうのも私気になっちゃってはいるんですけども、大体家の前でこんなんで撮影するって気持ち悪いですよね。なんかこんなんでいいですか、顔ここがねすごいたるんじゃって。で今日そのね、このマウスピースを口に入れてもう一回これ樹脂をつけて調整したんです。これでマウスピースして、いつもはねマウスピース上だけだったんですね、今までのマウスピースは。で今回のは上下ですね、これ上下で上の歯の噛み合わせの調整として、こうシリコンじゃなくて樹脂かつけてあって、でこれをすることによってギュって噛んだ時のこう圧が均一になるんですね、全体に。でないとやっぱりすごく力がかかっちゃうところだけに負荷がかかってしまって、そこの歯が割れやすいとかひびが入ったりとかねなっちゃうので、削れちゃったりとかね。でそんなのね今までの歯医者さんではなかったんですよ。だからちょっと信頼できるなこの歯医者さんっていう風にだんだん思い始めてきて、でそのちょうど担当してくださった副院長さんが歯周病担当ということで、お話伺ってる間に、ちょっとここの委員で、まあ、近いっていうところもあって、委員というか歯科医で歯周病もねがっつりやって、で今後の自分の歯のライフにね役立てたいというふうに思ったんですよ。まあ、私ね結構ね流されやすいタイプでもあるんですけど、その人が本当にこう気遣いのできる人とか、心許せるっていうか、心許せても許しても大丈夫なのかなって思った時にはやっぱね信頼したいなと思うんですよね。今日本当に良かったですね、行って。でこれのメンテナンスの仕方とかも教わってきました。でまあ歯科医の方によってはマウスピースを反対してる方も見えて、口っていうのは何かを入れるとどうしても噛みたくなっちゃうっていう習性があるみたいで、
で、そうするとマウスピースすること自体が食いしばりに良くないんじゃないかって言ってる人もいるんですね。で、あとね、今日ね、道中にたまたま見た YouTube 動画見つけたんですけど、歯の食いしばりが実は筋肉と関係してると、腹筋ですね、腹筋正しく使えてないと、それを補填するために食いしばってしまうというね。で、私気づいたんですけど、まあ何年か前から腹筋使えてないなって日常的に思うんですよ。で、そのために足でどうしても踏ん張るので、すごくももがね、疲れるんですね。足が疲れる。で、例えば何か物を拾う時でも、何かこうなんだろうな、ちょっと重いものを持ち上げる時とか、あと何か取る時とか、まあ、ちょっと中腰になる時とか、もう腹筋全然使えてないんですよ。で、それ自覚があったんですね。それ年齢と多分関係あるんだろうなとも思ってたし、で、今日その動画で、実は食いしばりは腹筋と関係ある、使えてない腹筋が原因だっていうのを、で、ちょっと見たんですけど、まあ、運転しながら見たってことも、見たっていうか聞いたっていうのもあって、まあ、内容がちょっといまいちね、飲み込めなかったのと、あとコメント見たら、結局それは、ある体操をしないといけないみたいで、その体操に関しては言及されてなくて、どうしたらいいですかとコメント欄でね、見られまして、で、その方曰く、 YouTuber さん曰く、施術しに来てくださいっていうことだったんで、まあ結局ね、このヒントだけもらったという形なんですけど、でもまあ私のことなんで、いろいろ調べてはきっとね、突き止めると思うんですけど、で、腹筋すごくキーワードだなって思ったのは、今日ね、その歯医者さんで、姿勢をちょっと見てもらったんですよ。やっぱり私、歪んでるみたいで、いろいろとね。で、そこは、お父さんが姿勢と噛み合わせなんで、息子さんもそれを伝授されていて、で、毎回マウスピースを渡すときに、姿勢もちゃんとね、確認するんですよ。噛み合わせと。で、それちょっとやってもらって、最初に、何もしないで、肩と、あとそれから首の後ろだったかな、軽くね、先生は軽くこうグッてやったんですよ。それめちゃくちゃ痛かったんですよ。で、それ凝ってるって証拠なんだけど、で、これを入れてちゃんと噛み合わせチェックしてから、これを入れたまんまにして、そこ押してもらったら全然痛くなかったっていうね、これ面白い実験ですよって言われたんですけど、だからなんだろうな、このうちちょっと分かんないけど、要するに、まあ、私自身がちょっと歪んでるということらしくって、まあそれは自覚症状あるんですけどね。っていうか、まあ皆さんね、自分がどれだけのこう歪みがあるかって実際分からずに生活はしてると思うんですよ。まあ最近はスマホをよく見たりもしますしね。だから根本の治療って本当そっから治していかないといけないんだなって、本当に深いなって思うんですけど、で、あともう一つなんか言いたいことあったけど今忘れたな。そう、姿勢すごい大事ですよ。で、まあ、歯周病と、で、そうそう、でね、私昨日の動画でも言いましたけど、結膜母斑、白目のね、シミのレーザー除去をした時の体験レポート動画をね、作るにあたって、過去のね、ビデオテープに収められていた、その記録ですよね、映像いろいろ見たんですよ。で、見てるうちにいろんな写真も見ていって、で、びっくりしたのが、2011年ぐらいかな、あれは。その時の歯のね、ちょうど写真が出てきて、下の歯がね、今ほどね、ガタガタしてないってことが分かったんですよ。今ね、結果がガタガタしてるんですけど、ここまでひどくなかった。で、今日先生に噛み合わせのことのお話聞いた時も、納得と思ったんだけど、やっぱり、こう、いろいろつながっていて、その歯周病だの、歯ぎしりだのね、いろいろ、まあ、そしたら筋肉ね、いろいろつながっていて、その体の歪みとかも。で、歯っていうのは、前に、こう、内側にできちゃうことが多いんですよ、下の歯は。らしいんですね。で、だからまさに私の場合、外側に行けば、スキッパになるじゃないですか。それが中にこう来てるから、歯が折り重なっちゃってるっていうわけですよね。で、すごいそうなんだと。だからすごい恐怖に落ちたんですよ。で、びっくりしましたね。自分の歯の写真をね、久しぶりに過去の写真を見てびっくりしまして、これはいかんと思いました。で、まあ将来的には下の歯もね、今日のね、歯科医の先生の歯は下もね、すごい綺麗な歯並びしてました。自分の歯だっていうのは分かったっていうのは、まあ分かりませんけど、歯の色が若干ね、黄色、
あの自然の色だったので、あのおそらくねご自身の肌と思うんですけど、まあ、歯科医の先生なんでね、あのおそらくねその歯科医のお父さんの息子さんということで、小さい頃からあの噛み合わせとかのね権威のお父さんに育てられた息子さんなんで、絶対にね歯に意識高くねずっと来たと思うんですよ。でも本当に歯ってこれほど大事なものかっていうことを今57歳において痛感したと。本当にもう一本も歯を抜きたくないです、私は。そのためにはもう全力かけて戦いますよ、私は。はい。で最近はあのこのようなフロスをね使ってます。すごく太くて、まあ、糸みたいですね、なんかね糸みたい、あのすごく太い糸みたい、ミシン糸みたいなものをね歯の間に通すと、まあ、ごっそり取れるんですよ、歯垢が。でも、まあんまりねその歯の隙間もやりすぎない方がいいみたいでね、難しいところなんですけど、まあ、歯も頑張っていきますが、これからちょっと外見もねちょっと気を使っていきたいと思ってます。でこの間あのコメントで SHN さんからコメントいただきまして、やっぱり内面もね外面も外見、その人となりが、内面の人となりが外見に現れるけど、やっぱり外見をきれいにするってことも、まあ、あの周りから大切にされるあのねことにおいてすごく大事ですよねっていうことで、まあ、あの自分を大事にするってことは、まあ、人からも大事にされるということが自分を大事にすることにもつながるし、でそれが外見の身だしなみを整えるっていうことで、まあ、少しね状況がアップするんであれば、改善っていうんじゃないな、それがねあのいい働きをするのであれば、外見を磨くってことはやっぱり放棄してはいけないなっていう風にねちょっと反省もしまして、でまずやったことは爪をねちょっとやりました。あの私こっちの手の方がね、まあ、右手っていうこともあってね、ちょっと最近特になんかおっさん化してるなってすごく思って、自分としてはねちょっと残念なんですけど、でもずっとねこれ自分生まれてきてから私のために働いてきてくれたこの手があのおっさん臭くなったっていうので、そうやって思うのもねかわいそうですよね。一生懸命ね自分のために頑張ってきてくれて、ここの指は折れましたけどね、これ曲がってたんですけど、だいぶギターの練習でまっすぐになってきて、でもちょっとこれねまだできないんですよ。でなぜかねこう一緒に固定していたために、なんともなかった中指までこう移っちゃったっていうね、こう共感性周知とかあるじゃないですかあれみたいに。で伸びないんですね、これもう、これこう曲がったまんまになってるって、この2本が同じ感じでシンクロしちゃって、すごい共感しちゃっちゃって、この2人ずっとこうくっつけてたんで、それも私病院にねあの行かなくちゃいけないのに、ちょっとあの病院行かずにね、まあ、だってほっとけば治るでしょうと思ったんですね。だからずっとこうくくりつけていたら、あんまりくくりつけるのも良くないんですね。あの今はねもう本当にね骨折したあのすぐからもうリハビリぐらいな感じらしいですね、最近の医学っていうか、なんていうのああいうのって、あのわかんないけど、そういうリハビリ的なもの。はい、ということで今日の写りはどうなんですかね、自信ありませんけど、まあそんなことばっかり言っていてもあれなんで、たまには顔出し動画したいと思います。ちょっと私バーって話しちゃうので、聞いてる方がね疲れちゃうんじゃないかなと思って、私が最近見てるゴミ夢中さんのあの動画、ゴミ夢中さんの動画を拝見して、ちょっといろいろ思うこともあったので、あのまたそれをお話ししたいなと思いまして、まあ、動画のネタには最近割と困っておりませんね。あの1日1動画、なぜか急に1日1動画のスタンスになってきてしまって、私のチャンネルがもうね、あの洋楽発音が今ちょっとどっか行っちゃってるんですけど、あのごめんなさいね、最近カオスアコになっておりますね、いろいろカオス。例えばこの間のね台所のお掃除動画とか、目のレーザーの話とかね、あの飛びに飛びまくっておりまして、もうまさに私今カオスアコなんですけど、あのまたね、あの犬舎の掃除をしているのをタイムラプスで撮ったやつをちょっと面白おかしく編集して、あの、まあ、ちょっと短い動画なんですけどね、まあ、1分もないかもしれない。で私のオリジナルソング、何だったっけ、何の曲だったっけあれ、あ、そうそう、うんざりね、うんざり、うんざりした時に歌うと、あのうんざりしなくなるよみたいな感じのすっごい明るい曲なんですよ。もう私ね今曲がねもう作れないんですよ。作れるんだけど、あのコマーシャルソングぐらいのスパンの、あの長さの曲しか作れなくって、ほんと一節 A メロだけとかサビだけとかね、
どうしたものかなと思うんですけど、犬とね遊んでるとね曲がふっと浮かぶんですよ、いつも。でそれをボイスメモに入れるんだけど、そういう曲がねものすごいたくさんあって、30曲ぐらいあるかな。でそれね、本当にね、一節ごとなんですけど、一節しかないんだけど、コンピレーションアルバム的なものをちょっと作りたいなと思って、それもネタの一つとして YouTube にアップしたいなとか、もうまさにカオスですよね、私本当に。はい、ということでもうね、もう20分になっちゃいましたので切りますね。もう早く家へ帰って、ほんと今日ね家の中で喋ろうかなと思ったんですけど、コンビニの駐車場であんまり長居しても申し訳ないなと思ったし、じゃあ家帰ればいいじゃんと思ったんですよ。家帰ってこうお水飲みながらね、だってコンビニでなんか飲み物買うのってもったいないじゃないですか。もう私はね、犬と今猫にめちゃめちゃお金かかるんで、私ケチケチ生活なんですよ本当に。で私週に1回買い物行くんですね、食材の、娘とね。その時4000円ぐらい買うんですけど、4×16でしょ、1万6000円ぐらい食費使ってるかもしれないけど、もっと少ないと思うんですよ食費は。あとね犬にねちょっとお金かかるんです、犬の生食お肉にね。で猫ちゃん今ね毎週動物病院行ってるんで、ちょっとね医療費かかっちゃってるん で私ね本当美容院も行ってないし、洋服もねうちにめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。なぜかって言ったら私アパレルのウェブショップやってるってこともあって、輸入のね、だから服だけはめちゃくちゃあるんですよ、 T シャツとか。だからまあ服は買わないですね。だからもう本当にケチケチ生活で、通信費とかインターネットとかなんかそこら辺の関連のがすごいかかっちゃうんですけど、でまあアマゾンでちょっと少額のね買い物ポチポチってポチるぐらいなんですけど、でも今ちょっと歯にお金かかっちゃってるかな。どっからこの話来たんだっけな。とにかくまあ節約、そうそう、だからコンビニ寄るのもね、もったいないなって本当思っちゃって、コンビニもぶっちゃけ全然行ってないです。何にも買うもんないもんだって中に行っても。で買い物行ってもね、素材しか買わないし、で最近気づいたんですよ、素材を食べてるんですよ私は。かぼちゃをチンしたやつとかね、あとレバーをただ焼いただけ、それも塩コショウも何もつけないんですよ。レバーって若干塩味あるんですよね、あれ不思議なことに。でかぼちゃそのままでしょ。だからこの間銀タコのたこ焼きを4つだけ食べたんですよ。4つって4玉ね、玉が4つってことがちょっと変だけど、4玉ね、4玉だけ食べたらめちゃくちゃ喉乾いたっていう、それだけで。でもね久しぶりに食べた銀タコのたこ焼きがめちゃくちゃ美味しくて、外がカリッとしてて4玉食べました。めちゃめちゃ美味しかった。この間ケンタッキーも食べたんですよ。ケンタッキー2ピースとあとコールスローサラダ、もう後でめちゃくちゃ喉乾いたんですよ。だから相当ね素材しか食べてないから、エビならエビ焼いたやつとかね、もう調理しない、調理はするけど料理してないっていうね、もう料理忘れました。はい、ということでもう23分になっちゃった。はい、またラジオとか撮るんでまた聞いてくださいね。今日はカオスアコがお送りしました。じゃあまたね。あ、そうそう、であなたのね、あなたの今日明日が幸せに満ち溢れたハッピーなエネルギッシュなものになりますように、ファンキーアコがあなたのために、あなただけのためにアファメーション、最近はトラちゃんにもやったんですけど、スキンシップアファメーション、もう実際に肌と肌をくっつけてね、ってやるんですよ。それでオキシトシンバーって出してすごく充実した優しい気持ちになれるんで、そういうことを遠隔ですがあなたにスキンシップアファメーションをさせていただきます。はい、ということで、じゃあまたラジオ聞いてくださいね。じゃあね、バイバーイ。